実際会場についてレコーディング始めるまでなんか上の空だったような気がします。撮り始めて初めてちょっと見えてきたところがあるというか、自分の演奏に自分でまた重ねるというような、卓録でやる、試行錯誤しながらやることをホールでやらせていただいたというですね、すごい贅沢な時間を過ごさせていただいたんですけど、メロディーを思い浮かべながらまずピアノのパートを弾いて、それに合わせてアコーディオンでメロディーを奏でていって、で、クリック、いわゆるカッカッカッカというですね、そのクリックを全く使わなかったんです。自分で思ってたのと違う曲ができたりとかですね、そう、全部あの譜面になっていたような曲もあれば、もう即興でその場で自分と自分でセッションしたような曲もあったりしまして、なんかあの今までにない音作りができたと思っています。少ないですよ。もうな、あのなんとなくバンドで一回音出しただけとか、あのライブのために書いて、そういう曲もちょっとあるんですよね。だから全11曲中それでも 2,3 曲ぐらいですかね。 あとはこの春の気持ちで作ったというか、まっさらな、それ無職の状態になりましたんで、だからどちらかというと音楽の仕事を始める前の単に音楽ファンだった頃とか、あと音大時代とかまだお仕事してなかった時の気持ちに、まあ、タイムスリップしたように戻れたんですよね。そこに音楽も今まで触れたことのないような音楽も含めてリスナーとして聴く時間がたくさんありましたし、そしてまあ旅するアコーディオンと言いつつね、旅なんかできない状態ですので、お散歩と想像力で旅をしているような、アルバムを作りました。あ、もうレコーディングの前日か当日に作りました。レコーディング2時間前にこの曲できてなかったような気がします。ギリギリで何か思いついて、ちょっとメモったりして、あと、まあ、スマホの、ボイスメモとかであれこれ弾いてて、なんかで このモチーフいいなとか思いつつ、アコーディオン3台重ねております。これはフランスの伝統的なミュゼット音楽っぽい雰囲気が出てるのは、やっぱり旅の、ね、できないこの世の中で、やっぱりフランスの街並み、パリの街並みが懐かしくて僕はこういう曲を作ったんじゃないかと思って、ライブでも時々やったりしてるんですけど、3パート分一人でやるのはね、結構大変なんですよこれ。一人でやるの結構難しい曲なんですよこれ。でもなんかすごい好きなメロディーなんで、これからライブなどでも、涼しい顔をしてね、この曲をお送りしていくと思うんですけど、結構一人で弾くこと考えてたら、ちょっともう少し簡単にしておけばよかったかなみたいな。ライブでやる段になって慌てて書くみたいなことが多かったりして、今回の場合その一人で全部やりきるというアルバムだったんで、だから現場でその伝達手段としての譜面は必要ないわけですね。なので全然譜面になってない曲とかもね、そうですよね、あるんですよ。そうですね、自分の曲作、自分の作った自分の曲を自分で耳コピして譜面に起こしたりとか、あ、何曲かしてます本当に。最近やっぱりライブで、やるときとかですね。僕はもう完全に変わるタイプですね。もう特にアコーディオンソロ演奏、独奏ライブだと同じアレンジに二度とならないというか、オリジナルの曲もカバー曲に関しても、例えば今日弾くムーンリバーと明日のステージ弾くムーンリバーは必ず違ってくるのが僕のスタイルです、逆に心がけてるところありますね。今日だけのこの曲を弾こうっていう、一期一会の積み重ねで、まあ生きている要素が僕はありますので、やっぱり人生は音楽にも影響してしまうというところが